窓、うん、くるっと調べれるところは特にない。とよし、この部屋入ってみよう。パソコンあるかな。あった。あ、ノートパソコンか。あ、パソコンあった。あ、本当だ。あのパソコン使おう。普通に考えるとさ、仕事場のパソコンの可能性があるからロックかかってるよね、普通は。まずは親父の部屋の物色じゃ。エロ本はないのか。エロ本は、バーベキューに関する本。バーベキューするために4冊も読んだの。記憶に関する本。まあそれ専門だからね。水中生物。水中生物の本多いな。精神に関する本。パパの精神って一体どうなってるんだろう。私には全然わかんないや。同じような本読んでたのかな。それはこの人らの専門の分野ですから。論文集。脳に関する記憶。引き出しがある。メモ帳だ。何も書かれてない。ペン、ペン、ボールペン、電池。あ、電池あんじゃん。これでザベスの財布あんじゃん。ヤッホー。あ、メガネケースだった。っち財布だと思ったのに。メガネケースかよ。コードレスでも。くっしゃくしゃ。ここで眠るのはやだな。親父臭そう。このイラッとさよ。電池2個あったね。ピンク。組み合わせる。電池。使う。座別どんなの入っているのかな。でもサウンドテストなんでしょ結局。あ、1曲しか入ってない。お気に入りの曲も入ってたのに1曲しか入ってねえぞ。バンドのオリジナル曲の可能性が。よっち。じゃあここに、あら、空き缶かな。よしよし、これでもうメダルたまりまくりよ。そろそろ大当たり来るんじゃないかな。お、これ写真撮っとく方がいいんじゃない。カシャッとな。ほら、丸丸とか書いてるから、なんか調べたんじゃない。バツに見えるもんな、あの人形像のとこ。絆創膏。あ、千羽鶴。千羽もねえけど。あら、こんな写真貼ってる。あー、船長。久しぶり船長。 D 見れるんだよね船長。子供の心を忘れていないから。さ、じゃあパソコンに行く前に引き出しがまだあるな。水色の箱、折り紙だ。逆側、逆側。あ、なんか暗号っぽいのが。で、ガムって。これどっかで使うのかもしれないけどな。まあ一旦。ノートパソコンが置いてある。よっと。メモ用紙らしきものは調べた？パパ、パソコン借りるね。調べたと思うよ。おい、プリーズインサート出す。出すを入れてくださいって。出すをどこに入れんの？まあ、ちょっとメモ帳、メモ帳、メモ帳調べたろう。ほら、何も書かれてないで終わり。
じゃあ出すを。出す出す。どこにかな？パソコンの右側に差し込み口がある。出すを差し込めばいいの？ガチョン。うわあ、閉じたまま差しやがった。一応パスワードっていうかね、こう出すがないと起動できないようにしてたけど、赤の他人には動かせられないからいいか。パソコン起動できたみたい。メモ。インターネットのアイコンじゃない。いや、そんなの知ってるよ。パソコンの中を見ようとしてんだよ。いいや、インターネット接続しよう。ブラウザ調べたい。マイケル・クルーソー。マイク・クルーソー。さて、いや、結構有名な人なのか。全米ロトで会社設立。米ロトくじで300万ドル当てたんだ。はあ、クルーソーリゾート、ロトで大乗の幸運を手に入れるのだろうか。本当にお金持ちだったんだ。ロトくじが当たったお金で会社を始めたんだ。じゃあ次はクルーソーリゾートについて。もしかして、ちゃんとした会社だな。トップページに何か書いてある。新着2002年のコメントだ。5年前から更新されていない。この親父、自分に保険金かけて自殺とかしてねえだろうな。あ、抜いた。やっぱ5年前で死んでる可能性が高そうだな。何か覚えてる？会社のこと。よく覚えてないよ。何も見つからなかったねって。ページ2個しか確認してねえじゃねえかよ。もっと調べろよ。ないよって。すぐ使えるんだね。パソコン使うの好き？マネー。あ、電話だ。家電は自分にかかってくることないから絶対取らない的なね、そういう対応じゃない？電話。これだ。はい、ロビンズです。あら、ジェシカじゃん。その声はアシュレイなの？よかった、無事に着いたみたいね。リチャードはそばにいるの？今研究所に行ってるさ。そうなの？せっかくあなたが会いに行ったのにまた仕事だなんて。一人で大丈夫？大丈夫、心配しないでいい。本当に？無理にあなたを送り出してずっとあなたのことが気になっていたの。二人で本当に良かったのかって。リチャード、あの子のバス停まで迎えに来た？来なかったよ。またそんなことしたのね。おまけに残して仕事に行ったりして。あなたとちゃんと話はしたよ。自分が今思ってることをちゃんと話したから。少し喧嘩もしたけど、パパにバンドのことも話したし、どうして私をここに呼んだのかその理由もちゃんと聞いたよって。ああ、よかったよかった。ジェシカ知ってたの？ここに来たことあるって。そんな話は聞いていないわ。13年前にママが私を連れてここに来たって。そのことはパパも知らなかったんだって。 JC バレーで働き出してからそのことを知ったんだって。そうだったのね。そうなのさ。 JC バレーにはママのことやあなたのことを知ってる人もいて、 JC バレーで働くことを決めた時私聞いたの。エドワード島から帰ってきた時に二度と研究の道には戻らないと言ってたのに、また後ろを置いて JC バレーに行くのって聞いたらこう答えたのさ。
最後の事件はまだ終わっていないんだ。私は謎に隠された真実と最後の死の裏に隠された謎を見つけるためにジェシバレに行くんだよ。まだ事件は終わっていないだと？ジェシバレに行く前にそう言ってたんだね。どうしてそう思ったんだろう。わからない、知らない。でももしかしたら小麦粉か何かだ。何か知っているなら教えてって。リチャードが言ってたわ。差し出し人不明のメールが届いたって。あ、これ今からメールを勝手に見るパティンか。大丈夫かな。リチャードの様子がしばらくおかしかったのよ。レックス、あ、レックスって出てきたな。アルフレッド、よく電話がかかってくるようになって JC バレーで働くことを決めたのはそんなことがあった後だったわ。リチャードがあなたを突然ジュリエット・レイクに呼んだのは伝えたい何かがきっとあったからよ。また最後のことゆっくり話したらいいわ。頼まれていたギターコンテストの会場に送っておいたから。リチャードによろしく。あなたの帰りを待っているわ。電話誰だったの、アシュレイ。ジェシカよ。ジェシカって誰？パパの妹。ママが死んでから私をずっと育ててくれた人。この世の中で一番分かっている人よ。ママみたいだね。ちょっと違うの、ジェシカはママじゃないの。ジェシカはジェシカなの。お前は何を言っているんだ。魔女には分からなくて。これからどうしよう。もっとパソコン使おうよ。パソコン使うって言ってもゲームなんて入ってないし、画面にいろいろアイコンあったよ。ウォーター、メモ、ウォーター、っ毎回使わなきゃいけないのか、めんどくせえな。ほらやっと、ガション。メモ、まあ、おお、メモ1。日記かな。誰よりも愛しい娘、あの子は今私のことを、私と父親のことをどう思っているのだろうか。ブラッド・エドワード島から帰ってきた時にあの子と離れていた長い時間をあれほど取り戻したいと思っていたはずなのに、またあの子と離れてしまった。あの子は許してくれるだろうか。こんなことを思ってたんだ。メモって書いてあるけど日記なんだ。これ見られたらあかんやつやな。やめるってそこまで戻るのかよ。びっくりしたわ。このメモをやめるだけだと思ったのにそこまで戻るか。びっくりするほど戻ってくれたな。じゃあメモ2。お、ちゃんと色変わってる。既読になった。あの不可解なメールが届いて1年になる。いいいたずらだと思ってたけど、メールに書いてた言葉が気になってしょうがないよ。メールが真実なら最後どうしたらいいんだい。どうしたらいいんだい。君のことを思うたび私の胸は痛むんだよ。不可解なメールって何のことだろう。これね、罰で消さなきゃダメだね。接出検査キットを購入して湖を回ってあちこちに調べてみた。だが懸念していたことは事実だった。5年前に解決したとの湖の汚染がまだ始まっている。なぜなんだ。汚染、最後、君のことを思わない夜はないよ。君を思う時だけ私を忘れる。君がもうこの世にはいないこと。あしらは君に似てきた。あの子の黒い瞳を見ると君と初めて会った日のことを思い出すよ。いつもこう思うんだ。君が命を懸けて守ってくれたあしらを幸せにしなくては。はい、お次はウォーター。ああ、ウォーター1。うん、写真だね。これ人形像のとこか。
これはボートハウスのとこかな。そして3がこれあれだな、あの廃屋の前か、 なんかで使うのかな。まあ頭の片隅ぐらいには残しとこう。はい、そしてメール。これは見なくていいねって。これ見なきゃ意味ねえんじゃねえ。親父が届いた謎のメールを確認しなくていいのかい。なんだ、メール見ねえのかよ。どうしてこんなデータをフォルダの中に入れていたんだろう。違うじゃねえよ、わら。あ、メール届いたぜ。メール来ちゃった。そうだ、ジェシカが言ってたよねって。メールが届いてからだって。誰からなんだろう。ものすごく気になる。結局見るんじゃねえか。ニュー、パスワード。うん、まあ大体わかる。メモ、机の中にメモっぽいのあったからあれだろうな。まずメモ帳、メモ帳が残ってる前こするってのがあったもんな。違うか。じゃあこれだな。やったー。はい、こうじゃないね。となると、逆におる。よし、こうか。1690? 0691かもしれない。0691かな。調べるだけじゃダメ。ダメか、毎回使わなきゃいけないのか。ガチョーン。紙にパスワードを残すなんて。あれ、0691じゃないの。かな、逆かな。1690かな。あ、こっちだった。ダスコネクトがスタートします。あー、過去のメール。これこのメールを見たら必ずって、すげえ気になるよね。まあ下から順番に見ていくか。差出人不明。フロム差出人不明って。真実を知らない愚かな。不明でもさ、メールアドレスは普通出るよね。真実を知らない愚かな君へ。最後の殺害は裏でそれを操っていた人物がいたことを知っているか。最後死にをやった真犯人は他にいる。なんだと。デレックス。リチャード、JC バレーで働くことを決心してくれてありがとう。君とはまた共に研究ができる日が来ることは、日がやってくるとは信じられない気分だ。君が協力してくれるなら、ジャドが残したあのプロジェクトもきっと今度は完成するだろうと。また新しい人物が出てきた。ジャドって誰だ？ん？レックス？あ、ザベスのパパ。で、ジェシカ。このメールを見たら必ず消すんだみたいな。あ、必ず連絡をくださいだった。このメールを見たら必ず10人に同じ内容のメールを送らないとあなたは不幸になりますとかじゃないのかな。チェーンメールだ。
アシレイ元気にしていますが、あなたに会えないせいかどうか寂しそうです。難しい年頃になりました。研究が忙しいのは分かりますけど、早く帰ってきてくださいよ。あなたを待ってるんだからって。私に黙ってパパに連絡取ってくれてたんだって。ジェシカが一番の理解者だよ。これの見出しだけってさ、すげえ怪しいよね。このメールを見たら必ずって、スパムにしか見えねえもん。そしてマイク・タイラー。ロビンズ博士お休み中すみません。先週申し込みになった例の雑誌の取材ですが、今日中に返事が欲しそうですと。所長の許可が下りているそうなので、博士にインタビュー可能か知りたいそうです。可能ですか？マイクって誰だろう。ジョン・スミスじゃね。これさ、メールがニューじゃなくなってるから勝手に見たことバレるよね。まあいいか、全部見ちゃった。ん？パパからのメッセージじゃない。あ、コネクト、これが増えてる。データベースにアクセス中。監視カメラ、監視カメラの映像。親父プラス、これあれだな、ビルじゃなくてサムじゃなくて、ダン犬。あ、こんなとこにも監視カメラあったんだ。人形像のお前。この画像データ、あの人が写ってるグラサンの人、これスミスさんだ。あ、わかった。何がわかったの？監視カメラのデータさ。監視カメラ、これ監視カメラの画像なの？パパ言ってたんだ、監視カメラのこと。そうなんだ、ダスには監視カメラのデータを見る機能があったんだ。パパごめん、勝手に使ってメールまで見ちゃって。私分かったことがあるの。ジュリエット・レイクの水を調べていたこと、ダスで監視カメラのデータを見ることができるってことも。そうだ、これまでのことをもう一度思い返してみよう。いつものやつだ。はい、ボートハウスからいなくなった町を探して古い民家にたどり着いた。古い民家は都会から来た写真家が住んでいたが、今は空き家になっていた。そして、5年前までそこに住んでいたのは誰？ダン・マクスウェル。ジョン・スミス。ギルバート・モスさんですね。モスモスちゃん。ニューからやってきて、ここに移り住んだ人だったの、さっと。次はパパのコテージ。その場所に行ってみて、私には分かったことがある。紋章のドアのある建物は、時計台だ。そう、時計台のドアだったのだ。ジュリエット・レイクにやってきて突然思い出した私。蘇ってきた記憶のかけらを紡いで、13年前のママのことを思い出してみよう。これこれ、これがママ。ここに立っていたその場所は、どこだったっけ。どこだったっけ。ママが微笑んで立っていたの。人形像、人形像、おっさんの前、人形像だっけ。そうだ、人形像の前に立ってたんだ。人形像を見てある人のことを思い出した。人形像の前にいた人は見たことのないおっさんだったよね。そうだ、帽子をかぶった男の人だった。ママ、人形像の前で何をしていたの？前にいた人は誰なの？ママのこと思い出してる。